ナミさんこんばんは。私ね、だいたいね、2時半ぐらいに起きて、すべての作業を開始します。そしてね、6時ぐらいにヤマトくんが起きてくる感じになります。6時とか7時とかにね。まあ、ですので、そこからは家族を中心としたライフスタイルになりますね。ですので、私のビジネスマンとしての活動っていうのは、深夜2時半ぐらいから3時ぐらいから朝6時ぐらいまでですかね。この3時間にまとまってるんですよ。いや、この時間っていうのは今でも、独身を思い出しながらね、短い時間ながら堪能しております。もちろん家族の時間はこれはそれで貴重なんでね、家族がいるから自分の好きなことができないってことは全然ありません。本当にね、ありがたいことだと思います。ナミさん、深夜でも全然構いませんので、どんどんご連絡いただきますようによろしくお願いします。そして今回はみんなの銀行についての動画を送っていただきました。私がね、みんなの銀行をお知らせし始めてもう3ヶ月ぐらい経つと思うんですけども、まあ、私からね、みんなの銀行を知った方は結構ね、いろんなところで活動してくださって、まあ、チャンスを広げてくださってると思うんですけども、ただね、いまだにみんなの銀行をこうやって新規で動画アップロードする人はさすがに減りました。その中でナミさんね、今回みたいな動画を上げてくださって私は非常に嬉しいです。私もいまだにみんなの銀行から売上入金があります。過去の動画からのアクセスもありますし、新規で動画を作ればやっぱり効果は高いですよね。まあ、だからね、稼ごうと思ったらある程度毎日やるってことが大事になってきますよね。で、自動的に売上が立つようになったら、それはそれでね、たまにメンテナンスするぐらいで売上立ちますんで楽にはなっていきます。でも大事なことは、稼ぐまで継続してできるかどうかですよね。稼ぎ始めたら、そのサイクルが回り始めたら、ある程度手を離しても大丈夫なんで、それこそね、自動販売機みたいな言い方にもなりますけども、その最初からそうなりませんもんね。はい。じゃあ今回の動画、本当ね、お疲れ様でございました。非常にこういう活動、私、嬉しく思います。本当にありがとうございます。では、失礼します。